大家好、ボシュチムメシャツ。今日はですね、私が最近愛用しているスキンケア用品と最近購入したメイク用品をご紹介していきたいと思います。結構以前いろいろ紹介してったんですけど、また春夏になってくる季節になったので、最近は結構マスク荒れとかで結構肌荒れ私はしてきたので、これを使うと結構肌荒れも良くなったっていうアイテムもあったりとか、肌の調子が良くなったアイテムもあるので、そちらをご紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということでまずスキンケアの方をご紹介していきたいと思います。まず一つ目なんですけれども、こちらになります。はい、こちら PDC さんの酒粕パックになります。こちらですね。すごい結構コンパクトなサイズ感なんですけれども、これは私結構なんか友達に紹介されて使い始めたんですけど、お風呂でねいつも実は使っています。熊本県の河津酒造さんがオリジナルで作っている酒粕エキスになります。すごいね、だから本当にね、なんかこうつけてて食べれちゃうんじゃないかっていうくらい、なんかまあ食べれないんですけどね、なんかすごいお酒粕の匂いがするんですよ。だけどすごくそれがしっとりとしてめちゃめちゃいいんですけれども、酵母エキスが入っていて栄養がめちゃくちゃたくさん入っているものになります。で、栄養がねたくさん入っているのですごく保湿効果もあります。ということで、私結構マスクで擦れて乾燥することが多かったんですけど、これをねお風呂で使い始めるようになってからは本当に肌荒れとか乾燥がしなくなったんですよね。なのでめちゃくちゃおすすめです。で、こちらのパックなんですけど、ちょっと肌にね取ってみたいと思います。ここにねこんな感じなの。本当にね食べ物みたいな酒粕っていう感じなんですけど、本当に匂いもちょっとお酒っぽい匂いはするんですけど、これをね結構泥パックに似てるのかな、こういうちょっとテクスチャー、柔らかいテクスチャーで、これをねこうお肌にこうくるくるしながら10分ほど待ちます。もちろん洗顔をした後ですね、くるくるさせてこう軽くマッサージをすると古い角質が取れて肌が明るく見えたり、肌のトーンもアップするっていう形なので、お風呂でこうパックをしながらくる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 こうちょっとマッサージして角質を取るっていうのをやると本当にお肌の調子がめちゃくちゃ良くなります。ぜひ使ってみてください。最近私週に 3、4回はやってるかな。あと撮影の前とかもやるようにしていて、そうするとお肌がめちゃめちゃしっとりとして肌トラブルが少なくなったので、ぜひ皆さんもねこちらお風呂場でできちゃうので試してみてください。はいはい、続いて私の基礎化粧品をご紹介していきたいと思います。最近はですねこちらですね、ヤクルトって多分皆さんも飲み物で飲んだことがあると思うんですけど、そのヤクルトが出している化粧品があるんですよ。で、ラクトデューっていう化粧品で、こちらですね、この2つです。で、こちらがローションで、こちらがミルクですね。で、1本5000円くらいかな、そんなに高くないんですけど、やっぱり私マスク荒れをするようになって保湿力があるものと、あとやっぱり年齢的にもうすぐ38になるので、まあ、アンチエイジング的なものも気になるようになってきて、こちらを使うようになりました。これも使って半年くらいは経つんですけど、やっぱり肌トラブルが少なくなりました。私の大好きな田中みな実さんも使っていて、使っておすすめなのが資生堂のクレドポーポーテっていうこちらの美容液ルセラムっていうやつなんですけど、これめちゃくちゃ流行ってて、すごくねちょっとねお値段がお高いんですよ。本当にこれ何ミリ、30ミリしか入ってないんですけど2万5000円ぐらいするのかな。でも特別な日、撮影の前とかすごい気合を入れたいデートの日の前とかにこちらをつけるとすごいね肌にツヤが出るので、すごいおすすめです。ちょっと高いので特別な日の前にやるといいと思います。はい、続いてですね、
メイク用品、最近買ったメイク用品もご紹介していきたいと思います。はい、最近買ったメイク用品なんですけれども、そう、最近買ったメイク用品ってなんかもう溢れちゃってるんですけど、これです。これメゾンのフルールさんの、これ大丈夫かな、マロンクリームちゃんのポーチに入ってます。光っちゃって見えるかな、こんな感じのポーチです。可愛いですよね。なんかバラみたいになってるんですけど、ここ最近ね結構撮影も多くて化粧品を新調したりとか、春夏の新しいコスメとかが出てたので買ったんですけど、まずこちらです。美容系 YouTuber っぽくなってるかな、ちょっとこのカメラが初めてというか新しいので、こちらです。はい、こちらはスキンケア、スキンアクアトーンアップ UV エッセンス日焼け止めです。もうやっぱりこの時期になると紫外線対策がやっぱりバッチリしていかないといけないということで、これがね、SPF50 で PA4 プラス、結構かなり効果があるんですけど、すごいね紫っぽいの、色味がわかるかな、こんな感じで、だから肌に塗ると肌のトーンアップをしてくれるっていうやつなんですよね。だから体に塗ったり顔に塗ったりして、しかも値段もほんと600円700円めちゃめちゃ安いんですけど、こっち塗った方、こっち塗ってない方って比べるとこっちの方が白く見えません？すごいね、肌のトーンを明るくしてくれる日焼け止めになってます。これね、みどりちゃんがおすすめしてくれたやつなんですけれども、リカフロッシュっていうブランドのリップになります。で、これはティントなんですけど、それこそマスク生活でマスクにリップがついちゃって、マスクを取った時にリップが全部取れちゃってるっていう現象よくあると思うんですけど、これはね本当に取れないんですよ。しかもマスクにもつかないっていうめちゃめちゃ優れもので、で今回私はオレンジ系の色とあとピンク系の色両方買いました。オランジェットっていうやつ、01番のオランジェットっていうやつと、こちら05番のピーチスキンっていうやつを2つ買いました。まあオレンジ系1本とピンク系1本あればすごい何でもお洋服には合わせやすくて、で今日私このピンク系のピーチスキンっていう05番のつけてるんですけど、めちゃめちゃいいです。今日のこういうちょっと懐古系のロリータにも合うと思います。こんな感じです。ラデュレの、チークなんですけど09番という色になります。光っちゃうね、これ私がです。結構な色味、割と本当に赤に近い色味なのかなっていう感じなんですけど、こちらです。でこれね結構本当に発色がいいから、一回ちょっとつけただけでも本当にわかるかな、割と発色しますよね。ラデュレのチークの09番ですね。パッケージもねめちゃめちゃ可愛い。あとはですね、こちら中国コスメが日本では今めちゃくちゃ流行っていて、こちらフラワーノーズさんっていうブランドのが、このラブベっていうシリーズのこちらアイパレットピンク系なんですけど、めっちゃすごくないですか。でマット系のものもあるんですけど、こういうラメ感があるものもあったりとかで、ほんと一つあれば結構ピンクメイクが完成するっていう感じのこちらものになっています。もうパッケージもね、もうクマちゃんがこういたりとか、ピンクだったり赤いハートで本当に可愛いんですけど、発色もめちゃめちゃ良くて、最近日本では中国コスメブームになっています。だから私も次中国にね行ける機会があったら中国コスメを爆買いしたいなって思ってます。しかも値段もね安いし、パッケージがとにかく可愛い、発色もいいっていうことなので、本当に中国行ったらコスメを見たいなって思っています。こちらのリップもね新調しました。これもめちゃ可愛いんですよ。ラブベアシリーズで、これも結構発色がいいですね。これもそんなにマスクにつきにくかったりするし、まあ、とにかくパッケージが可愛いっていうのがポイントです。
こんな感じで私が最近新調したコスメだったりとか、今ハマっているスキンケア用品をご紹介させていただきました。でもね、すごい皆さんに見せたい。この結構自分の今のスキンケアしていることによって肌の調子はめちゃめちゃいいです。マスクをねつけることによって結構肌の調子が悪くなってたんですけど、本当にねスキントラブルなくいられているので、この商品たちをちょっと愛用してスキントラブルなくこれからも生活していきたいと思います。ということで、ぜひ皆さんも私がおすすめした商品試してみてください。ありがとうございました。バイバーイ。